皆さんこんにちは武田学校講師の武田恒康ですそれでは授業を始めましょうはい音楽の授業二回目ですねはい国歌ですはいでまあ君がようね、えー、前回ちょっとね、えー、古い調べに乗せてやってみましたけれども <laughs>、えー、そこで今日はですねえー、っとまあ、えー まあ「古今和歌集」に収録されていた和歌がどういうふうにして国歌になったのかという、まあ、ざっくりとした経緯をですねあの話していきたいと思うんですけれども、あのー、この明治時代に入ると「国歌」というものがですね必要になってきます。はい、あこれですね。ね。とは何かで、ねはいで なぜ国家が必要かと言いますと外交でで必要になってくるんです、ね、ほら昔は外交使節団は船でほら船ごと来ましたからね、えー、そうすると、えー、日本側がですね例えばイギリスの外交使節団を迎え入れるんだったら日本側も軍楽隊をずらり並べておいてですねイギリスの国家を演奏して迎えるわけですねそうするとその外交使節団の船には軍楽隊も乗ってますから。 軍,軍楽隊軍楽隊降りてくるわけですね。それに対する返礼として今度はイギリスの軍楽隊が日本の国家を演奏してそれに応える。まあこういうような形でですね。あのー、まあまあ最初今外交施設の船でって話しましたけども、まあ現在でも飛行機でも同じです。ね、えー、その相手方の国家を演奏して出迎えるということをですね、えー、するわけなんですね。えー、で日本は開国するまでは関係なかったんですけども開国したら 国家ないのって話にななるわけですよいや国家ないとこれ儀礼できないんじゃないかということになってえじゃあしょうがないから国家作ろうかということになってもともとほらあの薩摩の「薩摩琵琶でこのね「君が代」の歌詞で曲があったらしいんですね蓬莱さんから持ってきて元はもちろん「古今和歌集」なんですけどもえでこの歌詞いいんじゃないかなということになりましたまあ意味についてはまたねあのえとやりますけども <laughs>。 まあまあ、先にちょっとあの、えー、結論だけ言ってしまうと、まあ、天皇陛下がね、えー、お元気でいらっしゃいますようにっていう意味の内容ですから <laughs> これは国家でいいんじゃないかと、まあ後でやりますけどねこの えー、あちなみにあ1回目見てる人は分かると思いますけど2回目から見てる人ねこれ PDF ダウンロードできるようになってますからなんかその辺にひっついてると思うので PDF でダウンロードしてくださいねえ各国の国家があるんですけどもイギリスの国家なんて女王陛下がねあの幸せにっていう内容の歌なんですよだから結構ありなんですよね、えー、で天皇陛下が長生きしていただきますようにっていう趣旨の歌なんが「君が代」なんですけども、えー、でこれえー メロディーどうしようってなったわけですねさつまびわとか言ってもイギリス人さつまびわできないし要するに軍楽隊の編成で演奏できるものじゃないからダメなんですね、えー、トランペットとかトロンボーンとかチューバーとかね あとなんかクラリネットとかあと大太鼓小太鼓とかそういうだからそれぞれ民族楽器持ってきてこれで演奏しなきゃダメとか言い出したらもうこれやってらんないですからね、えー、同,じ編同じ編成で各国の国家を演奏できるようにしないといけないだから日本も金管楽器とかで演奏できるような君が用にしなきゃいけなかったわけですそこで経験がなかったからあのイギリスのね当時日本に滞在していたイギリスの軍楽 隊長のフェントンさんという人に丸投げしたんですよ <laughs> 丸投げやっぱね手抜きしちゃだめですねだってこの人日本語わかってないからなんか変なんですよ丸投げしてできたのがあのあるんですけどもそれ明治2年に、えー、初めて演奏されたんですけど大不評でなんじゃこれはとなってもうこれ廃止になったの <laughs> えー、そそうですいきなり丸,丸,が丸投げされて歌詞見せられたってこれどこで切れどう切れるのかも分かんないじゃないですかねだからフェントンさんもしかなく作ったんですけども、えー、でこのフェントンさんが作曲した「君が代」をこれから歌いますどれだけヘンてこりんな歌かということをですね知ってもらいたいんですけど、まあ、これ歌える人もほぼいないと思うんですけどもちょっと歌ってみましょうこんな感じです <laughs> 君かよは、千代に、八千代に、さざれ。石の岩をとなりて、苔のむすまで。 ラーメンじゃない？アーメンですらない。<laughs> すいません。<laughs> 分かったと思いますけど、賛美歌っぽいんですよね。教会とかで流れてそうな賛美歌っぽいんですね。<laughs> まあイギリス人に丸投げしたから、まあこうなりますわ。わ <laughs> で、これ日本の国家としてこれどうよって話になって、ちょっと日本っぽくないよね。ということになったんですよね。 えー、それで、えー、じゃあいよいよ日本も国家作んなきゃダメだということになった時にどうしたかといったら、えー、これ海軍の方から宮内省の方に要請がありましてこれ宮内省当時宮内省には学士さんっているんですよね今もいますけどもほらあの日本の雅楽を演奏して「めーっ ほわほわほわとかしたら「め」とかあるじゃないですかああいう楽器ベロロンとかポロロンもありますけど、まあ、そういう平安時代からの和楽器でこう音楽を演奏する人たちねこれ楽士さんっていうんですね古い言葉で言うと霊人っていうんですけども、えー、当時明治時代にですね、えー、この宮内省の楽士さんにちょっと曲を作ってくれっていうオーダーが海軍省から入るんですね。 えー、そこで、まあ、当時の学士さんがですね、えーまあ、林弘盛という方と奥義久という方ですね、えー、この2人が、あのーまあえー、作曲をしましたですからもともとこの「君が代」そこでできたのがこのメロディーですよ。君がよはというこのメロディーは、えー、宮内省の学士さんたちが作曲したんですね。ですから最初の君がよは 画楽で演奏するそういう曲だったんですメーとかコアーとか言いながらボロロンボロロンペロロンとか言いながらですね <laughs> この楽師さんがこのね、えー、画楽でもって君がよ演奏してたわけなんですねはいでこれ日本人 ええええはそのやっぱ金管楽器に慣れてないのでそこまでは日本人がやりましたでその時に日本にいたドイ,ツドイツの軍楽隊長のエッケルトさんという人がいたのでこの,この人捕まえてきて曲はできたとえメロディーもできたからあとは軍楽隊が演奏できるように編曲してくれって頼んだんですねそれでできたのが私たちが普段耳にする「君が代、はいえー」ですはいえで えっとまあ、ちょっと「君が代」の「まあ、何か」って書いてありますけど「君が代」の意味をですねちょっと取っていきたいんですけども、えー、前回説明した通り、えー、この歌詞はですね短いですよその国はもうねものすごいたくさんの言葉アメリカの国家なんかこんなよどれだけ単語使ってんだって感じですけども。 日本はですね、これ一行だけですよ。五七五七七三十一文字ですね。君が用は千代に八千代に。さざれ石の岩尾となりて苔のむすまでというですね。非常に短い。だから国家としての長さも、日本の国家が今一番短いんですよね。えー、で、ちょっと順番に、意味を取っていきますけれども、君が用はというのは。えー、君というのは、これもともとは、ええー、と、まあ。 目上の方とか、えー、親とかおじいさまとかねもしくはその尊敬する先輩とか先生とかね、まあ、そういうあの目あのまさにこう目上の方ですねそういう方を「君」って言うんですねもともとね。ですからの「君が弱」っていう歌詞は1,000年前からありますけどもこれは祝いの部分「あの古今和歌集の」あの「祝い」祝い お祝いの時に歌う曲ばっかり並んでるところに「君が代」の和歌があったんですけどもですからこのお祝いで例えば「お父さんお誕生日おめでとう」え「ー、おじいちゃんお誕生日おめでとう」とかね「昇進おめでとう」とかね、えー、まあそういう時に歌う歌だったと考えられるんですね。ですから「君」というのはまあ目上の方ということです。ただ国家として「君が代」を歌う場合は単なる目上の人ではなくて「君」というのは天皇陛下を意味します。 じゃあ天皇陛下は、が何なのさという話ですけど、次ですね。君が代はというのは、あなた様の世はということです。あなた様の世がどういうことかというと、あなた様が元気で生きていらっしゃるこの時代はという意味です。君が代は、ね。あなた様。国家の場合は天皇陛下が生きていらっしゃるこの時代がですね。次。千代に八千代に。えーえー皇居の 住所知ってます千代田区千代田一ですよ <laughs> 千代田区千代田なんか「君が代」歌ってるみたいですけどね <laughs>「千代に八千代に」これどういう意味かと言いますと「千の世」「八千の世」って書いてありますよね。「世」というのは一人の人の生きているその長さなんですよ。だから <laughs> えーまあ、明治天皇がご存命の時は明治の御代って言いますよね、えー、大正天皇のご存命の時は大正の御代って言いますね明治の時代大正の時代って言いますですから一一人人の人間が生きていいる時代を一よと言います天皇陛下が元気で生きてらっしゃる、えー、その時代が何なのさという話ですけども、えー、要はあの長く続いてほしいっていう意味なんですね「千代に八千代に」っていうのはじゃあそのどのぐらい長いのかと。 天皇陛下が生きていらっしゃるこの時代がね50年なのか80年なのか100年なのかということですけどいえそんな賃金なもんじゃございません千代にや千ににでございますつまり1,000人が生きるぐらいの時代8,000人が生きるぐらいの時代そのぐらい長い間天皇陛下にはお元気でいていらしたいとお,お過ごしいただきたいという意味なんですね。 まあ、人間の寿命が「千よにやちよに」っていうのはありえないんですけども言霊ですからねそのぐらい「えこれすげえ高いんだぜいくら1億万円」みたいな小学生とかああいう1億万円っていうのはないんですけども。<laughs> ええ 「どのぐらい遠いんだ100億光年」とかあるじゃないですかありえないぐらい長く比喩的に行ったりしますよねそんな感じ天皇陛下の世の中どのぐらい長く生きてほしいの?うん「千代に八千代にだよと」と千人分8千人分生きる時代そのぐらい長く生きてほしいのということなんですね。次ささされれ石石石の岩を隣ののの、はい、となて苔までいうのは小さな粒の石が ね、何万年何十万年とかかって、えーね、その石灰質のものと固まったりなんかして気付いたらこう徐々に大きくなってきてあんなちっちゃかった石粒がついに岩尾、ね、大きな岩になる、ね、そのぐらい長い間もう何百万年、はい、千代に八千代にから始まってさらに行きましたサザレシが岩尾となるぐらい何百万年何千万年。 そのぐらい天皇陛下には長生きしていただきたいと。それだけじゃないんです。そのね、ちっちゃいつぶつぶの石が岩尾となり、さらに苔がびっしり蒸す。ほら、古いものってなんか苔蒸している感じがしますよね、えー。それがさらに苔が蒸す。そのぐらい長い間、天皇陛下にはお元気でお過ごしいただきたいと。ということです。はい。 まあ、いろいろな世界には国家がありますけれども、極めて文学的です。いや、逆に言えば、よその国って軍歌が多いんですよ。戦いの場面。え、その猛烈な戦いをですね、爆心していって、もうどんどん相手の兵士を血みどろに上げていく。そういう曲が国家になってるんですね。まあ、今度説明紹介しますけども、でも、日本の国家君が代というのはね。 えー、天皇陛下が長い間生きていただきたいんだとでしかもそれもね長生き以上みたいな感じじゃなくて、ね、千代に八千代にさざれ石の岩を隣りて苔のむすまで、まあ、こういう比喩表現を使ってですねこれだけ長い間、えー、天皇陛下には長生きしていただきたい、えー、そういうですね、えー、気持ちが込められているということなんです。えー、それでではは歌歌いい方を指導いたしますす、えー、君がようときね <coughs> えー、まあねあのえだらしない格好とかだらしない、ねえー、服とか姿勢とかはダメです。まあ今日はちょっと座ったまま番組ですから座ったままやるんですけども「君がよく歌う時は直立不動ですね。ビシュッとね、えー、直立不動で歌うということが、えー、基本になります。でよくね君が歌う時に左胸に手を当てる人いますけどこれは間違いです。これは アメリカンスタイルですアメリカ式、はい、しかもこのアメリカンスタイルって、まあ、アメリカ自体も歴史浅いんですけどもそのアメリカが始まってからずっとこれじゃないんですよまだこれに変わってから70年ぐらいしか経ってませんなぜかというとアメリカではえかつてね国歌歌う時にはこうやって国歌歌うことになってたんですよえところがこれって何かに似てるでしょあれナチスドイツのハイル・ヒットラーに似てるからこれやめようって言って のの対戦中アメリカで辞めたのでいつもこうやって国家を歌ってたんだけどなんか手の置き場がないからどうしようどこに置くってこれじゃ変だしこれもおかしいしここになったわけですよ。<laughs> つい70年ぐらいの話なんですよこうなったのが、えー。私たち日本人はですね、えー、直立不動の敬礼がありますので敬意を表するということでピシッと立つこれがすでにピシッと立つこと自体がすでにこれは敬礼なんですね。 直立不動ピシッと立って、えー、君が代を歌うと。これが作法になっております。あと、それからですね、さざれ石というのは、さっき説明しましたけど、一つのものですね。さざれ石一つですから、さざれ石のーと、さざれと石のの間で、息継ぎしないでください。ここでブレスしちゃダメです。いや、息苦しいから大丈夫。窒息しちゃしません。その前にちゃんと吸ってください。 <laughs> はい、<laughs> あとそれからですねまあこれ歌い方正しいということはないんですけども私ほらよく始球式とかもそうだし、えー、甲子園もそうだしいろいろな場面でほら有名な人とか芸能人とかね歌うまい人が「君が代」を歌ったりすることあります、えー、そういうのを結構私注目して聞くんですけども私の好きな「国家君が代」はですねあまり拳を利かせない歌い方の方がいいです。えー ほら歌,うたあの歌が上手な人って結構拳を聴かせてこうメロディーをこうつけたりなんかしてちょっとテクニカルに歌ったりする人多いんですけども「国家君が代」に関しては「あ」あとか順番に上がるんじゃなくて「あ」とポーンって当ててもらった方がいいと思うんですね。うん 君が、あ、よ、お、というふうに、真っ平らで、ピタッピタッピタッと当ててってほしいんですね。だから、君が、あ、よ、お、っというふうに、こう、 上がったり下がったりあのするとですねちょっとかっこ悪いんですね「君があよは」こういう歌い方が私は好きです、はい、<coughs> ではちょっと手本に歌ってみましょうか <coughs> こんな感じですいきます 君が こういうねあまりテクニカルに歌い込むよりはストーンストーンストーンと当てていくような歌い方の方がなんかこうビシッと鳴るんですよね、えー、<laughs> はい、えー、そんな感じで皆さんもちょっと参考にしていただいてねビシッと <laughs> 直立不動でですね、えー、国家君がよを歌っていただきたいなと思いますそれでは今日はここまでです